はようございます、こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、自分の才能の見つけ方っていうようなね、そんなね話をしていこうかななんて思います。まあ自分にはね、どんな才能があるのかななんてね、結構ね、気がつかなかったりね、探していてもなかなか見つからないっていうようなね、そんな時、皆さんね、どうしてるんでしょうかね。そんなね、自分の才能の見つけ方っていうものをね、話していきますので、ぜひ最後までお聞きください。はい。それでこのチャンネルではですね、自分がね、インターネットビジネスを始めたことによって、まあ、インターネットビジネス、お金を稼ぐっていうようなね、そんなこと以外に、本当にね、人生のね、こう、生き方、あり方、そんなものや幸せは、だったり、豊かさ、そんなものをね、手に入れたっていうか、そういったね、ことをね、まあ毎日のようにね、配信しているチャンネルとなっております。まあそのね、幸せになる方法だったり、まあお金の稼ぐ方法はね、あんまりね、話してはいないんですけど、まああの、あとね、まあ豊かになる、なってきた、まあ考え方、マインド、そんなものをね、日々ね、配信していて、今ね、2000本以上のね、動画をね、もう配信しているので、あなたにね、見つかるメッセージが必ず見つかると思いますので、ぜひね、チャンネル登録、まだの方は、チャンネル登録をして、日々のね、配信を受け取ってください。はい、それでね、まずはね、お知らせなんですが、まあ、インターネットビジネスをね、初めて人生を変えたっていうようなね、そんなことで、今ね、ゼロから始めるネットビジネス講座、こんなものをね開催しておりまして、まあ自分がね、ネットビジネスを始めたことによって得られた、まあ、幸せだったり豊かさだったり、そんなものをね、まあ、講座としてねまとめてありますので、もしね興味ある方は概要欄の方からね、動画の概要欄の方から、まあ、公式 LINE に登録していただいて、そこでね友達追加していただくと、まあ、ゼロから始めるネットビジネス講座のね、案内がね、配信されますので、そこでね、そこからね、参加をね、していただければなぁ、なんて思います。今なら、豪華プレゼントもね、たくさん用意しておりまして、やれば必ず10万円ぐらいで、必ずじゃないかもしれないですけど、やらなきゃね、10万円稼げはしないんですけど、やるとね、10万円ぐらいサクッと稼げるような、そんなね、プレゼントも用意しておりますので、ぜひね、参加の方、お待ちしております。はい。それでね、今日ね、まあ、才能の見つけ方っていうのね、そんなね、お話なんですが、まあ、本当にね、今ならね、YouTube なんかでも、Google でもね、もうたくさんのものね、検索すればね、いろんなね、まあ、方法がね、見つかると思います。そしてね、そのね、方法、すべてね、間違いじゃないとはね、思うんですけど、ただね、皆さんね、いろんな方法、どうでしょうかね、実践してみて、例えば紙にね、自分のね、頭の中を全てね、書き出してみる。まあ、そうすると、才能見つかるよ、みたいなね、そんなことを聞いたことないでしょうかね。まあ、それをね、実践してみる。本当にいいことだと思います。それね、いいことなんだけど、そのね、見つかったこと、その中でね、いろいろね、自分のね、才能、これかな、あれかなっていうの出てくると思うんですけど、それをね、実行してみましたかっていうことなんですよね。例えば、自分の才能、情報発信がね、自分のね、才能だっていう、なんかね、そんなことがね、情報発信するのがね、自分の人とね、例えばカウンセリングするとかね、コーチングするとかでもいいですし、情報発信するとかね、そんなことでもいいですし、コツコツね、何かやる、事務作業みたいな、そんなものだったり、いろいろね、あると思います。体を動かすね、ことだったりとか、いろいろね、出てくると思います。だけど、それをね、やってみましたかっていうようなね、そんなことなんですよね。結局はね、自分の才能、いくらね、頭で考えたって、紙に書き出したって、出てきたとしても、それをね、実際やってみなければ、自分がね、それに合っているかどうかっていうものがね、わからないっていうようなね、そんなものなんですよね。だから、とにかく、いろんなね、検索して出てきたことをね、やって、自分の才能、これなんだなぁなんて思って、発信がね、自分の才能なのかなぁなんて思ったら、発信をね、やってみましたかって、
それをねやらなきゃ本当にね自分の才能なのか合っているのか合っていないのかっていうものをね全くねわからないまま、あ自分の才能は発信なんだなんて言ってね、あ だけどね YouTube 発信するのもね顔出すのは恥ずかしいし、まあ、TikTok とかね SNS でね誰かに見られたらどうしようみたいな、そんな感じでねやらないでね、なんとなくね才能がね見つかりそうなのに、あのでもね見つからないっていうのは結局はね何もね行動しないから、まあ紙に書いたりね、まあいろいろね、まあ Google で調べたり、それも行動かもしれないですけど、そこで出た答えをまあ実践するかどうかっていうのがね本当の才能のね見つけ方なんじゃないかななんて思います。まずはねいろいろまあ友達にね何々向いてんじゃないみたいなこと言われて、そうかなみたいな感じだけど、なんかいろんなブロックがねかかって、それでねそれをね実践しない、やってなんかね誰かに見られたら恥ずかしいとかね、まああのうまくいかなかったらどうしようとか、いろんなねあのやらない言い訳ばかりね出てきて、それで結局それをやってみないから自分に合ってるかどうかもわからないまま、なんかね自分の才能かもしれないけどでもねわかんないなみたいな、そんな感じになるんで、とにかくねまあ本当のね才能の見つけた方っていうのはね、いろいろ挑戦してみて、それで見つけていくっていうものがね本当はねあの才能の見つけた方なんじゃないかななんてね、そんな風にね思いましたので、ちょっとね今日ね降りてきたですね、インスピレーションそんなことをね感じましたので、ちょっとねこの話をしてみました。どうでしょうかね、皆さん挑戦しているでしょうか。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。ただいまゼロから始めるネットビジネス講座開催中です。スキルゼロ、経験ゼロから始めたネットビジネスで脱サラまで考えられるようになった、そんな自分の奇跡を公開中です。今なら超豪華プレゼント、すぐにでも稼げる、そんな手法などもプレゼントしております。ぜひ概要欄の方から公式 LINE を登録し、ゼロから始めるネットビジネス講座の参加をお待ちしております。